グランサッソ。グランサッソは、アペニン山脈で最も高い山塊で、イタリア中部のアブルッツォ州にある。イタリア語で、大きな石を意味し、1991年に周辺を含め、グランサッソエモンティデッラ・アラが国立公園として指定されている。主要な山頂であるコルノグランデとコルノピッコロの間にはヨーロッパで最も南にある氷河が見られる。初登頂は1573年にボローニャ出身のフランチェスコ・デ・マルキによる。アペニン山脈をくぐり、イタリア半島を横断する高速道路アウトストラーダ A24 はここグランサッソをうがって建設されており、1984年に全長 10km を超えるグランサッソトンネルが開通した。このトンネルをアクセス道路として利用し、3階のもとに世界最大級の素粒子物理学研究施設が建設され、1989年にグランサッソ国立研究所として開設した。4つの頂上からなる山で、アペニン山脈において最も高い標高2914メートルのベッタ・オッチデンターレを含む。コルノグランデの北西にある標高2655メートルの山。皇帝の野原を意味するカンポ・インペラトーレは、コルノグランデの南側の稜線上に所在する。麓のフォンテチェレート地区からロープウェイが整備されているほか、スキー場も整備されている。稜線上の広くなっている場所には、国立公園指定前の戦前から営業しているホテル、カンポ・インペラトーレが1軒建っている。首相を解任、逮捕されたベニート・ムッソリーニは、このホテルに一時期幽閉されていたが、1943年9月12日に、ハラルト・モルス率いるドイツ軍の降下両兵及び、武装親衛隊による混成の特殊部隊が、グライダーで降り立ち、ムッソリーニを救出した。ありがとうございます。